皆さんこんにちは。小松市は今未来の子どもたちを育成するためのサイエンスヒルズを作っています。そして18世紀からつながっております曳山子ども文化の拠点としての曳山交流館三好さを5月にオープンいたしました。ぜひ皆様方にこの町州の伝統文化を楽しんでいただきたいなと思います。小松市は昨年優秀賞をいただきました。今年もふるさとへの熱い思いと深い愛でグランプリを目指します。みんなで頑張るぞ。おー